はいどうも、こんにちは、こんばんは、しぺです。今回は OBS に PC ゲームの画面をキャプチャーする方法参戦という内容で解説していきます。OBS に PC ゲームの映像を映す方法としては、ゲームキャプチャーで映す方法、ウィンドウキャプチャーで映す方法、画面キャプチャーで映す方法、この3つの方法があるので、それぞれの映画だを確認していってください。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またコメント欄でも質問を受け付けているので、それぞれ活用しながらチェックしてみてください。まずは最も基本的なゲームキャプチャーで映す方法を解説していきます。この方法はフルスクリーンで表示しているゲームの映像を映したい時におすすめの方法です。まずは前準備として OBS に表示させたい PC ゲームを起動させてください。今回は BF5 というゲームの画面を表示させたいと思います。次にゲーム内の設定ができる画面を開いたら、解像度設定ができる画面を開き、ゲーム画面の表示方法をフルスクリーンに設定してください。もしもウィンドウ表示やボーダーレスといった別の表示方法を選択したい場合は、ゲームキャプチャーで映す方法は使えないので、他の方法でゲーム映像を映すようにしてください。次に YouTube では16対9のアスペクト比が推奨されているので、それに対応している 1920×1080 や 2560×1440 といった16対9の解像度を選択してください。ちなみに解像度を上げすぎると PC に負荷がかかってしまい、録画や配信を行う時の処理が重くなるので、今回は最も基本的な解像度である 1920×1080 に設定して解説していきます。フレームレートに関してはモニターに合わせて好きなように設定してください。次に OBS の画面を操作していきますが、 PC ゲームの画面の範囲外にマウスのカーソルが移動できなくて OBS の画面を操作できない場合があります。そんな時は Windows キーを押すとゲーム画面が最小化され、カーソルを PC ゲームの範囲外に移動できるので覚えておいてください。 Mac の場合は自分は使ったことがなくてよくわからないので、自分で対処法を調べるようにしてください。次に OBS の設定を行っていきますが、まずは画面右下にある設定をクリックしてください。次に画面左にある映像の項目をクリックし、基本キャンバス解像度を PC ゲーム内で設定した解像度に設定してください。今回の場合は 1920×1080 と設定します。設定できたら OK をクリックしてください。すると OBS に表示されている画面の大きさが基本キャンバス解像度で設定した大きさに変更されます。この状態で PC ゲームを表示させれば、画面ぴったりに表示させることが可能です。次に PC ゲームを表示させたいシーンを選択したら、ソースの欄にあるプラスをクリックしてゲームキャプチャーをクリックしてください。するとソースを作成選択という画面が表示されますが、分かりやすい名前を付けたら OK をクリックしてください。今回は初期設定のまま解説していこうと思います。するとプロパティの画面が表示されますが、モードの項目を特定のウィンドウキャプチャーを選択し、ウィンドウの項目に OBS に映したい PC ゲームを選択してください。設定できたら OK をクリックしましょう。すると OBS に PC ゲームの映像が映ります。 PC ゲームによってはこのように OBS に映る映像が小さくなってしまう場合もありますが、最小化された PC ゲームを表示させて操作を切り替えると OBS の画面いっぱいに表示されます。この時にモニターを1台しか使用していない場合、OBS でどのように映っているのか確認できないので、モニターを2台使用するのをお勧めします。ちなみにゲームによっては PC ゲームの映像が映らない場合があるのですが、その時はアンチチート、互換性フックを使用するのチェックを外すことで映るようになる場合があるみたいなので試してみてください。次にウィンドウキャプチャーで映す方法を解説していきます。この方法はフルスクリーンではなく、ウィンドウ表示やボーダーレスで表示しているゲームや Chrome などのブラウザ上で楽しめるゲームの映像を映したいときにおすすめです。まずはゲーム画面の表示方法がウィンドウ表示やボーダーレスになっていることを確認してください。次に OBS 側の設定をしていきますが、 PC ゲームを表示させたいシーンを選択し、ソースの欄にあるプラスをクリックしてウィンドウキャプチャーを選択してください。すると操作作成選択という画面が表示されますが、分かりやすい名前を付けたら OK をクリックしてください。今回は初期設定のまま解説していこうと思います。するとプロパティの画面が表示されますが、ウィンドウの項目に PC ゲームを選択し、カーソルを表示させたい場合はカーソルをキャプチャーにチェックを入れてください。設定できたら OK をクリックしましょう。すると OBS に PC ゲームの画面が表示されるので、サイズが合っていない場合は赤い四角をドラッグしてサイズ調整を行ってください。
最後に注意点を言っておきますが、 OBS に映像を映した後にウィンドウのサイズを変更してしまうと OBS に表示される画面の大きさも変更されてしまいます。またゲームによっては縦横比を維持したまま画面のサイズ変更ができない場合もあるので、サイズ変更してしまうと OBS の画面いっぱいに表示させることができず黒い部分が残ってしまうこともあるので注意しましょう。次に画面キャプチャーで映す方法を解説していきます。この方法はゲームキャプチャーやウィンドウキャプチャーでゲーム画面を映すことができなかった場合におすすめの方法となっています。ただモニターを2台使用することを推奨しているので注意してください。まずは PC ゲームを表示させたいシーンを選択したら、ソースの欄にあるプラスをクリックして画面キャプチャーをクリックしてください。するとソースを作成選択と表示されるので、分かりやすい名前を入力したら OK をクリックしてください。今回は初期設定のまま解説していこうと思います。するとプロパティの画面が表示されるので、画面の項目に PC ゲームを表示させる予定のモニター画面を設定してください。カーソルも一緒にキャプチャーしたい場合はカーソルをキャプチャーにチェックを入れましょう。設定できたら OK をクリックしてください。すると OBS にデスクトップ画面が表示されます。あとは最小化していた PC ゲームも表示させると画面ぴったりに表示されるので確認してみてください。ただ画面キャプチャーで表示させることのデメリットとしては、選択した画面内にある全てのものが映ってしまうので、状況によってはデスクトップ画面などの見せたくないものが映り込んでしまう危険性があります。なので PC ゲーム以外の画面を操作したいと思った時には十分注意して作業を行うようにしてください。ちなみに OBS での録画や配信設定のやり方に関しては、説明欄にやり方を解説した動画リンクを記載しておくので、気になる人はチェックしてみてください。はい、これで今回の動画を終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法やゲーム実況に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそ分かる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。